しゃ、ほんと寒いな、今日。寒いよ、今日。梅雨に入ったんだね。寒いって。ああ。だから様子見て行くのかなと思ったけど、なーに、昨日の今日、ええー、なんだ。びっくりした。ああ。まあ大丈夫だ。装備はバッチリだから。それでは、行ってきます。はいはい。できる時が花だ。ああ。さて、これから盛岡から九十九里まで、まあ540キロぐらいの道のりを帰るんだけど、あいにくね、今梅雨に入っちゃって、ちょっと雨が降る可能性があるんだよな途中で。ちょっとなるべく雨は避けていきたいんだけど、まあこればっかりはどうしようもないよね。まあなんかもうちょっと実家でゆっくりし、てか梅雨が明けるまでちょっとゆっくりしようかなと思ってたんだが、ちょっと用事がいろいろできてしまって帰ることになってしまったんだよ。でもう慌てて準備して今出発したんだけど、まあ盛岡にいる間にだいぶツーリングに行ったから運転は結構慣れたな。来るときはさ、もうほとんど最初九十九里から盛岡にバイクで来たんだけども、その時はもうほとんどど素人でかなり神経を消耗してきたんだけども、もう帰りはねだいぶ運転慣れてるから結構行きよりは楽なんじゃないかなと思うんだよ。あとね、来た時と比べてだいぶこうスーパーカブの装備が強化されてるんだよ。こう風防がついたりとかね、あとはなんだ、まあ、前かごとか、まあいろんな装備が充実してるからかなりあれなんじゃないかなと思うよ。快適に帰れるんじゃないかなと思うよ。あと一つね、来るときに思ったんだけども、あの Google マップで案内してもらうとさ、変なこの脇道とか案内されてかえって時間かかるしストレスなんだよな。だからね、あの変な脇道とかに行かずにこのまま国道4号線をずっと南下していくのが一番ベストルートだと思う。ちょっと割高に、半田屋か、ちょっと食っていくかな。半田屋、なんか前からすごい気になってたんだよ。有名だよね半田屋って。なんで有名か知らないけども有名なんだよ。盛岡にもね、実家の近くに半田屋があったんだけど、行こう行こうと思ってたら気がついたら潰れてたんだよね。念願の半田屋だ。ようやく食べれるぜ。いやー、食った食った。なんか100円あそこかな、あの人は半田屋だけど間違って寿司入っちゃった。なんか半田屋と寿司、仙台の渋滞やばすぎるだろう。で、ね、バイクみんなすり抜けてるけどよくできるよな。おっかなくてできないよあんなほど。ほら出た、すり抜け。あ、マジ
あのバイクとあのエクストレイルのミラーが今ぶつかりそうだった。ここの温泉はね、24時間じゃないんだけども結構夜遅くまでやってるんだよね。だからなんだ、夜中3時まで営業してるから、今から入れば7時間ぐらいは滞在できるんじゃないの。